こんにちは。テンバーアカデミー、堀秀夫です。今日は、独自ショップで販売すると儲かる商品、儲かるブランドですね。これについてお話します。このね、下にずらっと並んでるブランド、これは、eBay、Amazon で販売できない商品、販売できないブランド。今まで販売できたけど、今後 Amazon で販売するのにですね、販売許可と、その販売許可を取るためのお金が必要になってきたブランド、これらを並べてます。で、逆に言うと、これらのブランドは、eBay とか Amazon だと、出品者がね、かなり限られる。出品者がかなり限られるということは、おそらくこのブランドがね、安売りとか、あるいはね、人気商品をプレミアつけて高く売ると、そういうのを、歓迎してない、ブランド管理がね、しっかりしてると、かなりうるさいという、ブランドです。だから逆に、これらのブランドの商品をね、割引で売れるなら割引で売ったり、あるいはね、先行予約で売ってしまったり、またはね、プレミアつけて、高く売ったり、そういうやり方をするんであれば、狙い目のブランドということも言えます。これらね、見ていくと、もともとね、うるさいんで扱わない方がいいですよと言ってたね、ディズニーなんかも入ってます。でね、ほとんど扱うこともないですけど、アディダスとかね、アシックス、ゴリラ、すごいメジャーなブランドで、ディズニー入ってますね。で、それから最近のあれだと、ポケモンも入ってます。で、レゴ、ね、レゴは一時期、すごい儲かりましたけど、これもまた入ってきてますね。で、これ、登録料を払えば、簡単に登録できるというようなもんでもないです。登録料を払えばね、簡単に登録できて独占できるんだったら、逆にね、この1000ドルとか1500ドルで、登録して、出品した方がいいんですけど、そうは甘いもんでもないと。お金を払う以外にも審査があってね。で、このメーカーの方に、おそらくブランド管理してる方にですね、こういう申請がありましたと。相手は、1000ドルなり1500ドル払ってるんで、きちんと、扱う気持ちがあるとこです。お宅の代理店ですか。そういうやり取りがあって許可が出るという形になると思います。だから、Amazon で、ね、アメリカの Amazon でこの、ここに乗っかってるメーカー、あるいはブランドの販売許可を取るのは非常に難しいと。逆に言うとこれ非常に難しいのはみんな一緒。Amazon だけじゃなくて eBay なんかで売ってもですね、そのブランドは売っちゃいけませんと差し止めしたり、量がまとまれば税関で止めたりという、作業も当然やってるブランドたちです。ということはね、ニッチな分野で少量を売って稼ぐんであれば、逆にここを狙い目にするっていうのもありますね。転売アカデミーの会員さんだったらまたね、何の独自ショップを作ったらいいかっていうのは、時期と、資金力とかね、あるいはメッキ力に応じてお話してますけど、そうじゃなくてね、とりあえず、何のブランド、どういうものを扱うか、知りたいというのは一つのヒントとして、独自ショップで扱うのは、eBay とか Amazon で扱いにくい商品、ね、供給が少ない商品なんかを扱うと、利益を出しやすいです。ね、みんなが価格競争している商品よりも、こういうふうにね、供給をしっかりと、管理しているものを、とぼけてね、並行輸入とか先行販売とか予約販売で売ってしまうというのは、ニッチに、ね、月、100万前後とかまで稼ぐんであれば、あまり問題化せず、やりやすい方法ではあります。一つのヒントとして、独自ショップで販売すると儲かる商品。Amazon で今後登録するには、販売するにはですね、登録が必要になったメーカーということで、ご紹介させていただきます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。